嫌な天気だ。ハニュー、お願い起きて、大変なの。はい。どうしたのです？何かあったのですか？薬が、倉庫の中にしまっておいた薬がなくなっているの。え？朝早くにごめんなさい。とにかくちょっと来て。わかりました。どうやら本当のようですね。ええ。鍵を開けて中に入ったら、薬を入れた空瓶が見当たらなくて、勘違いかと思って他のも確かめてみたのだけど、いくら探しても見当たらないのよ。オーカ、昨日あなたに渡した薬は確かにここにしまってあったのですね。ええ、あの薬は明日北の集落に持っていく予定だったから、空瓶に入れてそこに。どうしましょう。北の集落ではまだ病で苦しんでいる人が大勢いる。もし手配が遅れたりでもしたら。数の方は大丈夫です。私が何とか夕方までに揃えましょう。ただ薬を入れた箱ごとなくなったのは確かに妙ですね。雨が降り出したのは深夜だから、時刻はおそらくそれ以降。オーカ、この倉庫へ最後に入ったのはいつ頃ですか？夕食前よ。あなたに薬を渡されてからすぐ中へ運び込んで。ということはその後の深夜、雨に紛れてこの倉庫に入ったようですね。そして泥の乾き具合から鑑みると、時刻は夜明けよりも少し前あたりでしょうか。じゃあその時に盗まれた。そう考えるのが自然だと思います。もっとも薬と空瓶が自然に消滅したり勝手に動き出したりする力を持っているなら話は別ですが。他の者にはほとんど手をつけていない様子ね。早い段階で
薬の入った空筒を見つけて、それを丸ごと持ち出したということは。この倉庫へ盗みに入ったのは、最初から薬が目的だった、そういうことでしょう。そうね。さすが、古出家の跡取り娘。お社様の力を受け継いだ、頂上の人。ぜひ鬼の薬を譲ってください。私たちの村の人々も救ってくれませんか。それにしても、呆れた話だ。そういえば、オーカ、先ほどあなたは鍵を開けて中に入ったら薬を入れた空筒が見当たらなくてと言いましたね。ということは鍵は閉まっていたのですか。ええ、それが。わかりませんか。賊は鍵を開けて、そして薬を盗み出してから再び鍵を閉めていったということです。あ、まさか。一見したところ、ここの鍵は壊されていないし、また乱暴に扱われた形跡もない。もしこじ開けられていれば、あなたが鍵を開けた時点で賊の侵入に気づいていたはずですからね。しかし薬がないとあなたが分かったのは中に入ってからなので、扉はしっかり施錠されていたということになる。つまり犯人は鍵を持っていたということ。大川は犯人であるはずがないので、まず対象外だとすれば、あなたの他にここの鍵は誰が持っていますか。それはもちろん。羽生、つまり二人が今回の盗難に関わっていると、そういうの。断定はできません。ただ可能性が絶無でないことも確かです。違いますか。Thank you.
ならば、一番怪しいのは。呼び出して直接聞いてみるわ。それが一番よね。二人ともですか？せめて死のを先に呼び出して相談してみてはいかがですか？その後で魔王を呼び出しても遅くはないと思います。でも、このことは、鬼ヶ淵村にとっても問題でしょ？盗んだ代物はさておいても、村の中に賊が入り込んだのは間違いない。だから、御三家の当主が集まって、今後の対処策を講じる。別に、進め方としてはおかしくないと思うけど。まあ、それはそうですけれど。大丈夫なのか？羽生の心配していることもわかるわ。疑いってのは、貯めれば貯めるほど膨らんでいくものでしょ？私は、それが嫌なの。だったら、お互い単刀直入にぶつけてみて、きちんと話し合う方がいい。それに、情報が少ない上に、相手がいない状況で話し合えば、勝手な憶測にしかならないでしょ。しかし。私ね、決めたの。今までは、ずっと誰かに守られて、自分だけのことしか見えていなかったけれど、これからは、他の人のこともしっかり考えていこうって。もちろん、それは自分の見栄のためなんかじゃない。相手の幸せを考えて、ね。これを機会に、御三家の問題も解決しておきたいの。だから、羽生。私を信じて、少しの間だけ、見守っていてくれないかしら。ほうか。それじゃあ、早い方がいいわね。私、二人をここに呼んでくるわ。それまで羽生、一応倉庫を見張っておいてくれる？はい。大丈夫かな、大川。なるほど。それは確かに大変だったみたいね。すみません、お母様。急に呼び出してしまって。私の管理責任です。もっと用心を心がけておくべきでした。
申し訳ありません。あなたが謝る必要はないわ。族ってのはその欲求を持ち続ける限り、どんなに堅固でも踏み入ってしまうものなのだから。むしろあなたたちに怪我がなくて、それが何よりよ。ありがとうございます。それより状況をもう少し詳しく教えてくれるかしら。はい。実は話は分かったわ。つまり鍵が問題なのよね。ええ、そうです。だけどそれだったらこの隣の小娘は一緒に呼ばない方が良かったんじゃないの。へえ。あんたが来るって分かっていたら、私もこんなところまで足を運んだりしなかったさ。変な言いがかりはやめておくれ。あら、おあいにく様。私はこの子の義理の母親なんですから、大切なことを話し合うときにいない方が変でしょ。むしろあなたこそ、一体何様のつもりでここにまかり越したのかしら。きてめえ。桜花はよくやっている。それにしても一体、シノとオオカに何があったのだ。とりあえず、お二人に確認します。鍵の所在についてですが。君吉家では、私が管理しているわ。園崎家ではどうだか知らないけどね。回りくどい言い方だね。つまり私たちの方が今回ヘマをやったとでも言いたいのかい。そうとまでは言っていないわ。まあヘマどころか盗み自体を働いた可能性も否定できないけどね。んだとこら。お母様、私はお二人を疑うつもりでここにお呼びしたわけではありません。繰り返しになりますが、今後のことを相談したくて来ていただいたのです。お願いします。わかっているわ。ただ鍵がなければ倉庫に入ることができない。そして今回族がその鍵を使用した可能性が高い。だったらそこをはっきりさせなくては。
それはもちろん。確かに志乃の言い分はもっともだ。なのに、なんで大川は二人を同時に呼び出したのだろう。園崎家でも鍵は私が管理しているよ。そして私しか知らない場所に厳重にしまっているから、もし誰かが持ち出せばすぐにわかる。それは君吉家でも同じ。鍵のありかは亮も和也も知らないし、大川にも教えていない。もっともそちらさんの幻獣というものがどの程度かは知りませんけれど。どういう意味だ。さあ、それはご随意に。そういえば巷ではこんな噂があるそうですね。鬼ヶ淵村にはどんな病でも立ちどころに癒す神秘の薬がある。それさえあれば七代までも遊んで暮らせるほどの大金が手に入ると。おい、何が言いたい。仮にそういう噂があるとして、それがどうした。あなたのご実家のご評判は常々耳にしています。宿場町ではいろいろな商売の斡旋をやっていらしたそうですね。海産物、骨董品、そして薬。冗談じゃない。私たちは多くの薬を売りさばいているって証拠でもあるのか。ええ、私もその先の人間がやったとは思っていませんよ。ただあなたのご実家の組には任侠の人が数多くいると聞いています。その中には世間様からあぶれて大小の罪を働いた方もおられるとのこと。ならば中には一攫千金に目がくらんで道を外す人が出ても不思議ではない。勝手なことを言うな。私の組の連中は素性と素行で多少誤解も受けることもあったけど、みんなお天道様に顔向けできる人間になろうと真っ当に生きている奴らだ。少なくとも盗んだものを売りさばいて小金を手にするなんて真似、私の親父が許すものか。ええ、身内に対して目が緩くなるのは私にも理解できる。でもね。黙れこのクソババ。それ以上悪く言うつもりならその口引き裂くぞ。やめてください、真央さん。お母様もそういう喧嘩腰の言い方はしないで。これではとても何かを相談できる雰囲気ではないな。なあ、大川。はい。あんたも私が、私の仲間がやったって思っているのか。いいえ。
私は、マオさんを信じています。もちろん、お母様のことも。だからこそ、お二人を呼んで相談しようと考えたのです。どちらかが犯人だと本気で思っていたら、わざわざお会いして、天津さえお二人を同席させるわけがありません。ただ、お二人の鍵、あるいは私の鍵が、無断で何者かに使われたのだとしたら、これは由々しき大事。ですから、今後は管理に際して、細心の注意を行うべきだと私は思います。あるいは、ここの鍵を開ける腕を持つ者が、今回盗みに入ったのであれば、その対策を講じなくてはいけません。いずれにせよ、盗みの再発を防ぐにはどうすればよいか。それが、一番大事なことではありませんか。疑うのは簡単で、いつでもできます。でも、私は信じることから始めたいのです。お願いします。お母様、マオさん、力を貸してもらえませんか？大した子だ。王か。盗みとは関係ないかもしれないけど、実は鬼の薬のこと、もっと確かな情報がある。親父の宿場町でも、その名前の薬が何度か市場に出ているのを若い衆が見つけているんだ。え？そうなのですか？それは、いつのことですか？先月さ。私もそれを聞いて驚いて。今はうちの組の若い衆を出して、出元を調べているところだ。だったら、どうしてそれを？真相を掴んでからじゃなければ、あんたは私が横流ししたんじゃないかって疑うだろ。だから、黙っていた。けど、オーカが私を信じて頼ってくれるってんなら話は別だ。オーカのために話してやるよ。任侠にだって、誠はあるんだからな。マオさん。どうやら、私が間違っていたようね。席、外しましょうか。別にいいさ。桜花に話せば、遅かれ早かれあんたの耳に入るんだし、私も、黙ってて悪かったよ。ただ、その中身はほとんど噂に便乗した偽物だったしさ。だから当初私も、それほど心配していなかったんだ。だけど。だけど？つい先週、本物が高値で売りさばかれている現場を、若い衆の一人が偶然見かけてさ。現物も抑えた。それって、まさか。はぁ、間違いない。村人に無償で配っているはずの薬が、何者かによって売買されている。だからまだ確証はないが、今回の盗みはその一環かもしれない。そんな。あり得る話ね。
私が薬を無償で配ってしまったことがいけなかったのでしょうか。私のせいでその人たちがよからぬ行いに手を染めるきっかけを作ってしまった。王冠、それは違うよ。そういう風に楽をして儲けを考える連中は別にあんたの薬がなかったとしても同様の悪さを働いたさ。これは篠さんの受け売りだけど、あんたが気に病むことはない。真央さん、そういえば、王家？北の集落に持っていく薬はいつ作る予定なの？え、それは今日の夕暮れまでには揃えられます。そうだったらちょっと小細工を講じてみましょうか。小細工？ええ、真央さん。ああ、一時休戦よ。うまくやれるかはわからないけど、あなたの力も貸してくれるかしら。だけど、私たち三人が、ですか？別に、お母様が直々でなくとも、私の主人とか、君よしけの若い衆の方が良いのではないですか？うちだって、そういう荒事なら、園崎家の連中を借り出して、徹夜で見張らせてもいいんだぞ。みんな腕っぷしが強いし、どこかの家の奴らと違って信用できるからさ。どこかの家の方が、よっぽど危ないと思うけど。んだとこの！なんて、お互いにそう疑い合うのが目に見えているでしょ。だからよ。もっとも、それにしてもちょっと寒いですね。そうだな。囲炉裏に火を入れましょうか。ダメよ。家の中の人間が起きているって分かってしまうじゃない。だな。さて、鍵はちゃんと持ってきたかしら。なあ、これだ。これで、私への疑いは晴れたかい？人聞きが悪いわね。私は、園崎家の鍵が盗まれないか心配しただけよ。へえ、そうですかい。古出家の鍵の所在は、さっき三人一緒に確かめたことだし、これで倉庫の鍵は村の誰にも渡っていないということになるわね。しかし、だったら今回盗っ人どもはどうやって来るんだ？しかも昨日の今日だ。見張りがいるんじゃないかって、逆に用心して盗みを諦めるような気がするけどな。そうね。
もしもあなたが犯人だったとしたら、間違いなく来ないでしょうね。何しろあなたはここにいるわけだし。あんたな。まあその程度の知恵と分別があるやつなら、常識的に危険を察してくるわけがない。でも今回の奴らは見たところ、かなり欲深くて頭が悪いわね。私なら何かの偽物とすり替えるか、少しずつ抜き取るわね。そうすれば盗まれたことにも気づかれず、安全に大儲けができるでしょ。他にも理由はあるんだけど、こっちはまだ確信がないから内緒。でもきっと来る。盗みの味はなかなか忘れられないものだからね。うん、まあ外れるかもしれないから、その時はその時ね。改めて人をやって、犯人を探す手を皆で考えましょう。それでいいわね。あんた意外に頭が回るんだな。褒めても何も出さないわよ。それにまだ少しはあなたを疑っているのだから。私だってな。よかった、本当に。シノは本意で嫌っているわけではなかったのだ。しかしその結果何が起こったか。家がどうとか、彼女の性格がどうというわけじゃない。この村でよそ者が暮らすのは本当に大変なことなの。何も望んでこんな窮屈なところで住む必要なんてないのよ。受け入れたい気持ちは私にもあったわ。でもこの村の人は頑固で、新参の人間に対してなかなか心を開かない。時代が変わればいずれ改善されていくかもしれないけれど、すぐには無理でしょうね。お母様。真央さんは霧雄のいい子よ。亡きご主人、そして息子のことをとても大切に思って、その崎家をしっかり守っていこうと頑張っている。いい加減な覚悟でできることじゃない、それはよくわかっている。だけど私が村のみんなと対立する側になったらどうなると思う？
たにはこれからも嫌な役目を押し付けてしまうわね。ごめんなさい。いえ、お母様、そのことは私もよくわかっております。それに、真央さんだっていつかきっと。そうだな。去るべき時が来ているのかもしれないな。あれは？まさか。それにしても風花がなんで共同倉庫に？一体どこに？食べるのですよ。ワンワン。なんだ。みー、どうして食べないのですか？好き嫌いは良くないのですよ。
どうするかな。あの声は、マオか？あれは、あんたたち、何者だ？見かけない顔だね。ぬすっとはお前たちか。薬を返しなさい。返さなければただでは済まさないよ。事情があればお聞きいたします。ですからそれは返してもらえませんか。それを必要としている人たちが困ってしまいますので。はっ、ふざけるんじゃねえ。これさえあれば俺たちは豪奢に暮らせるんだ。誰が渡すかよ。おい、やっちまうぞ。おお、さあこれが見えたらさっさと時だ。出ないとその綺麗な肌に傷がつくぜ。仕方ない、助けるか。さあ、今すぐどきやがれ。いいえ、どきません。あなたたちこそ怪我をする前におとなしく従ってください。なんだとこの雨。怪我しなきゃわかんねえのか。もう一度だけ言います。おとなしく従ってください。次は、喉を狙いますよ。やるねえ、オーカー。鬼ヶ淵村の巫女さんは剣術もやるのかい？
ナオさんもさすがですね。これでも荒事には慣れているしね。私は平気です。お母様も大丈夫ですか？まあ、これでも村をまとめる立場だから、宿女のたしなみよ。あんたたちの出番はなかったみたいだよ、兵庫。人暴れできなくて残念だったね。まったく、魔王様にはいつも冷や汗をかかされます。見ているこちらは気が気ではなかったのですよ。あとは任せた。明日の戦議まで園崎本家の土蔵にでも閉じ込めておいて。いいだろう、志乃さん。ええ、よろしくお願いするわ。わかりました。空立て。してしまって。はあ、お母様。え、まさかあなたが、あの、結局鍵を持ち出していたのは風花だったのね。んだ、それが分かっていたら犯人は素人だって断定できたのにさ。鍵開けの名人でもいるのかと思って準備が大掛かりになっちまったよ。ごめんなさい、風花。もう、あなたのおかげでみんなが迷惑したのですよ。まあまあ、大花、とりあえず全て無事に終わったことだし、許してやりなよ。マオさん、あの、お母様。まったく、もう。とりあえず雨降って地が固まったかな。あれが薬を盗もうとした奴らか？とんでもない野郎どもだな。鬼ヶ淵村の貴重な宝を盗み出そうなんて。別にここまで大行にしなくてもいいのに。村中に知らせて回ったのは真央さんなの？ええ、そのようです。まったく。
でも、お母様、どうしてこのような晒しを？罪人は、早急に大勘定へ差し出すべきかと思いますが。ええ。ただ、ちょっと気になることがあってね。もっとも、ここまで極端にやれとは言っていないんだけど。とりあえず、まずは自己紹介を。私は園崎家当主代行、園崎真央でございます。どうぞお見知りおきを。さあ、それでは全て洗いざらい吐いてもらいましょうか、お三方。何も話すことはないと。ならば仕方がないですね。京吾、例のものを用意なさい。はい。さて、それではこの道具の説明をしましょうか。京吾、それと東、準備を。はい。これは見ての通り、ただの人の形を模した仮面です。まあ、今から始めるのはほんの余興なので、あなたたちはじっくり見ていればいい。じっくりとね。これは元来、歯の治療に使われていた道具です。虫歯を取るとき、あまりの激痛に口を閉じてしまう人のために用意されたものだとのこと。まあ、口を無理やりこじ開ける道具だと理解していただければ結構。さて、この開口器の横にある取っ手を回すと、中にある歯車が回転し、口の中を無理やりこじ開ける仕組みになっています。世の中には口が硬くてなかなか開かない顎の頑丈な方がおりますから。そう、あなたたちのようなね。おや、これ以上は進まないのかしら。少し力を入れてみましょうか。この仮面、壊れてしまったようですね。これが人間だったら大変なことになりそう。
さて、そこのお三方、口を割る、それとも口を裂く。一度しか聞きませんけど。言います、全部言います。だからお願いします、それだけはやめてください。お母様、止めますか？いえ、もう少し様子を見ましょう。俺は薬を手に入れたら金がもらえるって言われたんだ。それでこの村に来て偶然倉庫に運び入れるって話を聞きつけて。俺は噂を聞いてこの村に来たんだ。そしたらこいつが薬が手に入るいい方法があるって言うから、それで俺はそいつに誘われて。なるほどね。ならば聞くよ。大事な質問だ。しっかり答えな。あんた、誰に頼まれた？誰に頼まれて、盗みに入ったって聞いてるんだよ！どういうことですか？数人で一攫千金を狙うにしては数が多すぎる。つまりそういうこと。それに古出家の家紋が入った空筒を持ち出したのも気になってね。ではお母様も真央さんも元締めが背後にいると。もっとも、その過程は確定になりそうだけど。ほら、さっさと白状しなよ。死にたくないだろ。知らねえ。俺は別に、ただの。ただの。なんだい、それとも思い出すのに手伝いが必要かい。やめてくれ、頼む。口止めされてるんだ。言ったら俺が殺される。ああ、なら殺されないために口を裂くってわけか。それがあんたの選択かい。もうやめて、真央さん。やはりか。ひどい？冗談じゃないよ、オーカ。この男は鬼ヶ淵村の秘薬を盗もうとした悪党だ。許すわけにはいかない。そうだろ、みんな。それは、確かにな。
りあえず、これでこの人たちも懲りたでしょ。ならば、あとは代官所に任せて、罪に応じた罰を受けてもらうべきです。私たちが彼らに危害を加えることは、この村の掟に反する行為だと思います。なるほどね。それも一理ある。おい、あんた。大岡の顔に免じて、この辺にしといてやるよ。感謝するんだね。すまねえ。もっとも、大官所に行った時点で、あんたたちは裁きを受けることもなく殺されるんだろうけどさ、お気の毒様だね。な、そんな、嘘だ。あんたたちは、いわばトカゲの尻尾さ。本当の悪党ってのは、自分は傷つかず、分け前は独り占めにするもんだ。さて、そこで問題だ。雇った相手は、あんたたちが鬼ヶ淵村の連中に捕まったと知ったら、どう思うだろうね。きっと自分の正体を白状しただろう。ならば、さっさと切り捨てて、自分は知らぬ存ぜぬを決め込もう。だってね。そんなバカな、俺は何にも話してねえぞ。そんなの相手の知ったことじゃないよ。まあ、どう転んでも、あんたの人生はお先真っ暗だ。誰もあんたなんか守っちゃくれない。だったらここで吐いちまいなよ。今だったら、うちの組でかくまってやってもいい。これは大岡の目の前での約束だ。私も必ず守ると誓ってやる。お様だ。え？領主様だよ。どうしたの？一体誰が？領主様だそうだ。え？領主様の使いが俺たちのところに来て薬を盗み出せって言ったんだ。成功したら報酬はたんまり弾むって言われて、それで。まずいことになったわね。ああ、どこぞのエイラ型が絡んでいるとは思っていたけど、まさか漁師とは。やぶつついて大蛇ってやつだよ。くそ！そんなにまずいのですか？ここら一帯の漁師はね、金儲けのためなら強引なことも平気でやってくるんだ。それこそ言うことを聞かせるためなら武力さえも打ち出してくるやつ。正直あまりいい話ではないね。ということは、近いうちに来るわね。私たちが決して逆らえないような、ご命令が。そんな。やはり、手を出すべきではなかったのか。とりあえず、ここでいろいろ考えていても仕方がない。
こいつらは私の方で引き受けるから、シノさんは薬の配送を予定通りに進めてくれ。わかったわ。オーカ、手伝ってくれる？はい。大丈夫よ。私たちが何とかするから。